おはようございます。おはようございます。おはようございます。やってしまいましたよ、少々の皆さん。私はタン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 ミッチーだよ、俺はミッチーみたいにやってまったな、ほんと。今日もさ、はい、TM でございます。小林、44歳経営者、寝坊してごめんなさいです。週に1回、まあ、朝帰ってて、まあ、芝藩の、はい、まあ、成長っていう意味で、まあ、営業とかはずっとやってたんですけど、まあ、芝藩って、はい、まあ、ちょっと、まあ、ここからもうワンステージツーステージ上げていこうぜっていうことで、まあ、週に1回さ、まあ、資材置き場が6時半集合なので、みんな、はい、そのリーダークラスだけ、まあ、マッチョと、はい、マクソク、はい、森川翔と、なんでマッチョだよな、はい、辻隆二、はい、2人と3人で、まあ、朝、なかなかさ、夜ってやっぱ遊びに行ったりしたいし、まあ、用事も入るじゃん、はい、俺も。そうですね。うん、なので、まあ、定例って、まあ、朝帰って全部やっとるんだけど、俺はなんでね、1時間、週1でね。はい。まあ、知ってるでしょ。で、5時半に駐車場集合して、資材置き場集合して、俺が行ってあげるわと。はい。で、1時間ミーティングしてから、まあ、ね、まあ、仕事で、1週間の宿題も俺も出しとるわけ。ああ、そうなんですね。そうそう、でまあこれやってこうってね、ちょっとずつ進んでいけないじゃん、はい、で週1個やってるのが52個やれるじゃん、はい、まだだいぶできるんだね。お前と朝からやったのか週2回やったのか104個できるよ。はい言ったよな、お前動画で今言ったよな、視聴者の皆さん今言いましたよね。今みどりが週1、週2は朝からやるって言ったよな。ちょっと週2はもうあと3つはのこと、まあ、日曜日休みとして、はい、あと3つは朝からできるよ。で5時半集合なんですけど、はい、まあ、起きたら6時15分でしたよあれってアラームかけたのにと思ってパッて消えたみたいな、そのまま鳴りっぱなしのスヌーズみたいな、チャン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 だろこれミッチだろそれ何ですか、ミッチなんかよくやるやん、なかなかこんなやつやる、ザス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 かザスザスザス、寝坊の帝王って言ったらミッチだよ寝坊に関しては彼に右に出るものはなしそんな寝坊するんですか。いや寝坊しまくっとったやん、あいつ。あ、そうなんですね。伝説だわあいつは。で、そうそう、でもあの若さで俺はいいんだよ。あれ高くやつもおるけどさ、今はどうっていう、まあ、俺はよく今社員にも言うんだけど、やっぱリーダーになっていこう、経営者になっていこうっていうのは、まあ、優秀なだけじゃなくて、はい、やっぱ人間的な魅力、やっぱ人を大切にする力だとか、うん、優秀な人はおるじゃん。でもお前らそうじゃん、俺絶対何もやらんじゃん、やっといてねっていうだけじゃん、はい、そういうね、裁ける力もあるけど、やっぱ経営者の必要なものってそういうとこじゃないところっていうのかな、と活躍させれる力っていうの、はい、なんかおるだろ、自分が自分がみたいなやつ、そういうやつってダメじゃん、人が混んじゃん、あ、はい、中が我ががみたいな感じでさ、まあ、人のなんかよく言うじゃん、自分の手柄は人のものみたいな、人の手柄は人のものって思えるような人がいいって、うん、チェス俺自分のすぐシャシャ受けられる、俺はシャシャリー小林だよねシャシャリーです本日もシャシャリー寝坊してましたなあ、久々に緑だとやっぱテンション上がるなつまらんねん、あいつ編集長。じゃあシャシャリー行くか、シャシャリー行くかこれからお前シャシャリーだわ私なんですか、金髪にしろ、社長じゃないんですか、金髪にしろ、お前シャシャリーだねシャシャリーさんって言うよ社長がシャシャリーですよね俺はシャシャリーだけど、確かに確かにシャシャリー黙ってられないじゃあ俺なんかもう確実に社会で営業者だな、俺経営者的能力ってが高いと思うわ。そうですね、だろ、はい、なんかそうだろ、はい、で俺がおると何でもやりそうな気になるだろ、俺なんかその気にするのが得意だもんお前いけるって言って洗脳して生かせるのが得意だもんあーそうだ、確かにちょっとあるかもしれない、ちょっとあるかもしれないあれがシャシャリーじゃボケガスお前はどうだボケイ私はシャシャリーと言ってないですお前が言ったんだろいやいやいや、編集でなんとかしようとするんじゃねえぞ、え、編集でお前、俺、お前がシャシャリーって言ったことお前俺が言ったように捏造するんじゃねえぞお前シャシャリーごめんなさいね。シャシャリーです。連絡入ってなかったんですか ?5 時半で。気使ったんじゃない?なんか。ああ。昨日。で、俺、誕生日会だったんですよ、昨日。はい、11時前に飲んどったんだわ。はい。まあ、だけど、まあ、これちょっと真剣に、さすがに謝らなかん事案だね、これ。はい。5時半に集めといて。はい。6時。で、俺もさ、もうテンパって。はい。何を行動起こしたかって、やっぱ寝ぼけとんだな、人間。はい。なんかもうなんかごまかそうとしちゃってさ、俺もだから LINE 普通に送った、すいません遅れましたそれでなんか今日はなしでお願いしますみたいな感じで普通に LINE 送っちゃって、ショートあショートパクセクとあの
リュウジに、あ、これやべえわって電話しながらやってたってみんな待ってるわと思ってなんかテンパったんだけど俺はすぐ電話して、はい、いやだね、まあ、ちょっと謝らなかったのさすがにな、はい、まあ、電話では謝ったけど一応ちょっと見せなさい、一番行きづらいな、そうですね、顔にお前謝ってみない、なんでですか、そのままスタッフの仕事だろ、社長守るのがお前の仕事、それはちょっと違うんじゃないですか、守って散れ俺のために腹ばらしく散れ絶対おかしいですよねそう、はい、戦えるんですよ、コメントはあれまくるやつ、はい、はい、やっちまった、やべえわ、緑、はい、こういう時はどうしようこういう時はどうしよう、いやもう謝るしかないですね、謝る、謝るしかない、はい、そうか、はい、やっぱりそれしかないんだ、そう思います、うまく切り返すリセットボタンとかないんだこれなんか三国志みたいな、なかったことにってことですか、あ、なかったこと、三国志みたいな感じで、それは多分難しいですね、難しい、はい、うわおるわ、ワクソク、うわ気まずいな俺、ミッチーの気持ちがめっちゃわかる社長謝るの嫌だな、マジでミッチーの気持ちわかる、でもこういう時はな精一杯ちゃんと心を込めて謝罪しんと、ね、はい、リセットボタンあったらいいですけどね、世の中に、いや本当にあったらいいよな、はい、押しまくってるよ、まだ俺3歳ぐらいかもしれない、リセットボタンあったら全然進まん俺多分ミスばっかだもんやらかしばっかだもん俺、まだ多分3歳ぐらい止まっとるよ何を買ったんですか、ご機嫌取らない、めちゃくちゃご機嫌取らないお金の力また使うんか、お前まだお金の力で俺は権力発動させるんか、発動必殺技キャッシュ入れしまえようかな、まず気持ちが大事です、多分気持ちキャッシュより これこんなんじゃない、はい、そう一番やっちゃいけない、はい、大人として一番やっちゃいけないこと、はい、やってる、やってますやっちゃってます、バレたか、あ、お疲れ様ですお疲れ様です、すいません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 、大丈夫、どうぞ、ごくごくよし、行ってきます、何チキンか、チキンか、エビチキン、オア、エビチキン、オア、エビ飛行機で言われるだろチキン、オア、なんとかって言って飛行機で言われるだろフィッシュか、チキン、オア、フィッシュか、行きます、余計がいいだろうな、おらへんなんか、え、社長も食べるんですか、だから、どこ食べましょう、誰もそうじゃん、めっちゃ食べる、いらないです、こういう動画で謝罪しながら食ってるな、いただきます、いただきます、本当にどういう動画ですかこれ、悪いことした後にハンバーガー食べるハンガーは昭和超うまい何言ってるか分からないリージョン、誰喋った、いや、喋ってないやつ、まあ、社長が来るかもみたいなんで、うん、もうお互いやることあったんで、うん、それやってましたよ、まあ、ちなみに、まあ今度は本気で食事だよね、もう似合っていくよね、まあ、良くなっていきますよ、足場、はい、今年はちょっと足場伸びるな、うん、5月の売上良かったんだよ、もう良かったらしいな、そう、まあでもこれで満足しちゃうんですけど、お株持って帰っちゃう俺寝坊してこれで満足だ、アスリート志向だね、確かにそうですね、俺じゃ満足しんと、はい、まあ5月良かっただけでいい感じじゃないですか、まあ、それがどんどんついてくると、うん、テンパって最初 LINE 送ったからテンパってどうしようどうしよう、電話やばいやばいやばい、とにかく LINE 送ろうと思って、どうしよう、あーでも俺電話するしかねえなーと思って、でお前に電話したの最初当然 LINE が来たの、誰のおはようございます、すいません寝坊しましたテンパっちゃったのどうしようどうしよう、あ
ちょっと待てよって受け付けたら、電話するしかねえよって持った瞬間、あーってなったもん。また龍神山行かなかった。どう調子は。調子はいいっすね。女の子とインスタやる子もいなくなったで、どう仕事に集中できる。昨日遊びました。あ、どこ違うこと、はい、またお前それインスタでやった子マジで視聴者、視聴者さんのとこだよな。あったん高さん、ちょっと手振れ。昨日ありがとうって言うよ。いや昨日です。土曜日に来て泊まって。泊まった？初めてのやつが。おかしいだろお前そんな。お前そんな大変みたいなことは言えるな。あ、ホテルです。じゃあホテルだけど、ちょっと言ったらいいって感じだ。初めてなってだろ。初めてです。そんな惚れたんだ。なんか顔は似てないんですよ。なんか関西弁なんですよ。わあいいなあ、いいですね。それは可愛いわ。うちなーみたいな感じだろ。うわあそんなうちなんて言われたらもう怒っちゃうよ俺。メガネが。よく見てお名前。在庭が。本当だ。在庭が。今気づいたっす。今彼女募集してね。微妙な反応。どういう反応ですかそれ。金沢も先生休憩しよう。あ、飲んだ、はい、頑張るな。休憩しよういいの、はい、ようやるな。もう楽しい多分慣れないことやると楽しいんですよ。あやってないんで。いいな、あいいな。いつも僕はクンドロボンで。いらっしゃいよ。はい、すいません。どうでした。大丈夫です。これで勝手に教えてはい。視聴者皆さん、じゃあ今日は爆速に謝罪して許してもらえたんで、まあ、これでコメント欄荒らしてもらえるの困るよ。社員だったらそんな言えねえだろって書くやつがおると思うけど、いいやつが悪いこれ。でも思ってないじゃん。はい、まあ、リュウジはちょっと思ってるけどな。ずっと思ってないやつしたんですよ。なあ、うん、マッチングで求人マッチングか、求人マッチングも今アップデートし始めて、外気塗装のマッチングは7月1日から正式リリースなんで、もうすぐだね、あと3日後ぐらいか。でこれが本登録もできるようになったんで、はい、なので8月1日にはもう一般の人に開放していくつもりなんで、その本当に見積もり依頼とか、はい、でまあ一括見積もりはちょっとまだちょっとあれですけど、一括見積もり依頼とかそのもう直接ね、普通のマッチングサイトってもう見えんようにして、要はピンハネするけど、もうちょっと業者をちゃんと見れるから直接依頼があると思うんですよ。それお金かかんないから1円も、はい、それぐらいね、あのいいもの作っとるんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。すいませんでした。ハンバーガー食べてね。食べます。